歴史学者モースの筆録にこう記されている。クリスタルの加護を受けし大地バリスゼア、大地に鎮座するマザークリスタルは人々を繁栄に導いてきた。しかしいつしか芽生えた人の自我は自らを惑わせていく。それゆえにクリスタルをめぐる探求の旅は今なお続いているのだ。もうすぐ夜明けだ。そろそろ両軍が動くぞ。俺たちの任務はドミナントの暗殺。標的を間違えるなよ。女だろ戦場で間違えるか。それより本当に現れるんだろうな。いずれにせよ俺たちに拒否権はない。これがある限り疑問を持つな。そろそろ出るぞ。わかるなよ、ワイバーン。お前はこの任務の肝だ。わかってる。こっちだ、ついてこい。
この戦場は荒れるぞ。くれぐれも気をつけろ。が出るまでダルミキア軍が持てばいいよな。なんだ。門へ行け。急げ。早く。援軍を出せぬとはどういうことだ。話が違う。何のための同盟か。慎まぬか。陛下のウォールドの御前だぞ。これが我らの結論です。何を焦っておいでか。戦況など一時的なもの。先の大陸戦争の折も帰国だけで見事に奴らを防いでみせた。違いますか。それに帰国のドミナントが控えておられるのです。我々の介入はかえって足手まといでは。患者の知らせでは奴らも召喚獣を手に入れたという。あの時とは状況が違いましょう。援軍は不要だ。何の勝算があって。今さら兵隊を借りたところで、悠長に到着を待つ気か。ここが落ちればあの蛮族どもを前に首都ランデラは丸裸なんだぜ。俺が出るしかあるまいよ。クプカギョ。せいぜい鉄王国の奴らに見せつけてやるとしよう。格の違いってやつを。
フーガ。ベネディクト。気をつけてね。増氷など召喚獣の前ではチリアクタ。俺の力を疑ってるのか？いいえ、全然。あなたを信じてるわ。愛してるもの。召喚獣芝だろうが、すぐに片付ける。いいか、戻ったら覚悟しておけよ。乱戦になったらいい頃合いだ。俺たちも行くぞ。行くしかない。先に行け。待て。何か様子か。召喚獣を出してきたな。鉄王国の芝だ。本当に嫌がった。行くぞ。するな、ワイバン。急げ。
しっかりしろ。任務はまだ終わってないんだぞ。もうおしまいで。ナイトの称号を返上しても構わんというわけだ。ナイトがこの体たらくでは守られる側も気が気でないのでは。心配なんてあるもんか。兄さんは絶対に負けないよ。でしょクライブ、次こそ一本取れるわ。頑張って。では本番、ご声援に応えてみせられよ。やった、ほら見て、勝ったでしょ。ええ、やられましたな。だがようやく一本だ。父君の剣によく似ている。名ばかりのナイトだなどともうからかえませんね。頼もしくなられた。何をしている、持ち場に戻れ。ジョシュ、疲れただけだ。こんなことにフェニックスの力を使うんじゃない。ナイトを癒すのも僕の務めだよ。これくらいど…ほら見ろ、今朝も咳込んでたな。外に出ていいのか。大丈夫だよ、安心して。無理をするな。殿下がお戻りになられました。父上だ。太后妃、いけません、このようなところへいらっしゃるなど。可愛い息子を迎えに行くのです。何の触りがありましょう。皆の者、我がロザリアへの揺るぎない忠誠に感謝します。ありがたきお言葉、我が身に変えても。ジョシュア、また部屋を抜け出していけない子ね。ごめんなさい。ご機嫌うるわしゅう、母上。
ジョシュは殿下をお迎えに上がりましょう。将軍。あ、まるで血がつながってないような扱いだ。はあ、実の息子なのにフェニックスが宿らなかっただけで。行こうか。表を上げよう。お帰りなさい、父上。ありがとう、ジョシュア。大事はなかったか？ええ、もちろん大丈夫です。今日は兄さんの稽古をずっと見ておりました。そうか。トルガン、静かに。これやめろ。トルガン、そいつは大物になるな。父上、楽にされよ。ご厚情痛み入ります。ご無事のお戻り何よりでございました、父上。近いうちに戦になる、覚悟しておけ。そこまで切迫しているんですか？後で謁見の間に話がある。はい、父殿下。敗散。ダメよ、どこ行くの？私たちも行きましょう、クライブ。そうだな。戦になるの？おそらくな。話を聞いてみないと。この調子でキビキビ働いてくれ。日暮れまでに運び出さないと。さあ、仕事にかかってくれ。アナベラ様はお厳しいのでな。いつまでも鉄王国に好き勝手させるか。ロザリアの聖地を返してもらわないとな。鉄王国の狼藉も次の戦で終わりだ。太后殿下に勝利を。さっきの手合わせはすごかったな。俺も手に汗握っちまったよ。
いつでも立てるよう支度は万全にな。ジョコブはもう出発したがってます。さあ仕事にかかってくれ。アナベラ様はお厳しいのか。その調子でキビキビ働いてくれ。気をつけろよ。ああ、これはクライブ様、お目汚しをしてしまい申し訳ございません。何をやってるんだ、早くお辞儀しないか。余計なことをしたようだな。いえいえ、滅相もございません。あなた様からお言葉を賜るなど、奴隷の身にあまりある光栄。この国以外では声どころか見ることすらしていただけない。ロザリア公国のベアラーたちはきっと大陸一の下方者でございましょう。二人とも顔を。おい、ほら、そう強く当たるんじゃない。ははクライブ様の仰せのままに。これからも国のために励んでくれ。いいな、体も痛いよ。それでは失礼いたします。ああ、わかった。さあ、ほら仕事に戻るぞ。夕餉の支度をしてるわね。トルガル、腹でも減ったのか。今年の小麦の収穫はどうかしら。戦続きで家畜が心配だった。こっちは静かね。ジョシュア、あの子の身は何よりも案じられるべきよ。他のことなど捨ておけ。頑張って。お召しにより参上いたしました。何なりと。ここにアナベラはおらん。楽にしろ。
それで北部に変わりは？見渡す限り黒一色だ。数度の月が沈む間に北部の多くが黒の一帯に飲まれた。あれは遅かれ早かれ直轄領に及ぶ。そんな。この首都ロザリスはすでに北部からの移民であふれている。南部のポートイゾルデに回すにしてもじきに限界を迎えるだろう。全てが起こってからでは遅いのだ。早急に動かねば。鉄王国と戦を。もはや小競り合いでは済まないでしょう。私有を決する時です。こたびこそドレイク・ブレスを奪還する。かのマザークリスタルの加護なしに我が国を守ることはできぬ。マザークリスタルをめぐってまた戦が始まる。明日フェニックスゲートに出向く。しきたり通り戦ごとの典型を仰がねばならん。ジョシュアのナイトとして私も。その前にやってもらいたいことがある。ロドニー。ここ最近領内で北の蛮族が相次いで目撃されているのをご存知か？スティルウィンド湿地にゴブリン族がいるという噂なら。よろしい。それでは腕利きを2人預けます。明日クライブ様にはスティルウィンドへ向かいその調査を行っていただきたい。完了次第フェニックスゲートで合流を。手柄を立ててアナベラを黙らせておけ。承知いたしました殿下。話は以上だ。今日のところは早めに休め。はい、失礼します。どのくらいかかるのです？長くはない。四五日といったところだ。ジョシュアも同行を？お前とてロズフィールドの血を引くものだろう。忘れたわけではあるまい。戦の前にはフェニックスゲートで典型を仰ぐのが古くからの習わし。それができるのはドミナントたるジョシュアのみ。だから何です？あの子は体が弱く。そんなことは分かっている。だがフェニックスのドミナントである以上
太鼓もつぐみだ。ジョシュアには何事も慣れさせておかねば。エルヴィン、心配するな。クライブがついている。あいつもいっぱしの兵士になったとはいえまだ15なのだぞ。少しは気にかけてやれ。あの子は嫡男として生まれながらフェニックスを宿さなかった。取るに足らぬただの人が我が太后家に必要だとでも？わしもただの人だ。あなたは太后、このロザリア公国の国主です。またその話か。力を持たぬわしが太后の座にあるのは先代たる父上が創生したからだ。ジョシュアが成人するまでの仮初めの地位に過ぎ。それでもあなたは太后の座についた。我らロズフィールドの地に、恥じぬ地位に、類まれなる尊き血を冒涜しなかったわ。受け継いだ血が一体何になる。そんなもので国を民を守ることなどできるものか。明日は早い。もう休むぞ。明日は功を立てなければ。願い事？ジル、もうそんな年じゃないよ。すぐに寝るさ。さあ。明日はクライブも行くのね。ジョシュアのナイトだ。あいつを守ってやらなきゃ。あんな体で無理して俺は変わってやることもできない。クライブ、それだけじゃない。父上から受けた別の命もある。じゃあクライブたちが無事に帰れるようにメティアにお願いしなきゃ。また戦が始まるのね。ここでの生活が幸せだから忘れてた。私の国との戦だけで終わりじゃないって。戦はずっと続いていくんだって。そうだな。次は多分大戦になる。でもクライブなら大丈夫よね。フェニックスの祝福を授かってナイトになったんだから。冷えてきた。もう寝ろよ。さあほら。おやすみクライブ。
すまないアンブロシア、今日は狩りじゃないんだ。大丈夫、儀式はきっとうまくいくわ。うん、頑張るよ。行ってらっしゃい。ゲートに出発する。皆にクリスタルのカゴがあらんことを。我ら炎の神、仏像の盾とならん。殿下ご出立、開門。クライブ様、任務の間この子をお預かりしますね。頼む。俺たちも支度できました。クライブ様とご一緒できるとは光栄です。今回の名目は調査だが、現地で戦闘になることも十分に考えられる。ゴブリン族は凶悪だ。舐めていると痛い目を見るぞ。蹴散らしてやります。ウェイド卿、タイラー卿、どうかよろしく頼む。はい、任せてください。尽力します。では行こう。クリスタルの加護があらんこと。ゴブリン族か。奴らが出たのはこの辺りだ。ここを下ればもう湿地帯です。足元には気をつけて。ああ、慎重に行こう。この辺りも随分荒れたもんだ。黒の一帯が迫ってるからな。こうもなるだろう。人が住める場所ではないか。ええ、この先の村も随分前に打ち捨てられたようですね。
行くぞ。奥の方も探ってみましょう。村の跡地か。どうかご用心を。やはりいたか。するぞ。Come on.
この先に村の広場があったはずだが。なんだか嫌な予感がするぜ。誘い込まれたか？クライブ様。ああ、いるな。あいつが頭だ。まずは目の前の奴らを片付けるぞ。ウェイド、気を抜くなよ。やってやるぜ。自分だけ逃げるつもりか、あの野郎。追うぞ、仲間の元に返すな。
いたぞ。逃げ場はないぞ。止まれ。
このまま押し切りましょう。どうぞ。すまない、参りましたね。ゴブリン族だけでなくモルボルまで現れようとは。討伐隊の編成を進言しよう。このままでは遠からず民に被害が出る。そろそろ行きましょう。暗くなったら厄介ですよ。今ここを立てば日暮れ前にはフェニックスゲートに。何が起きてる？そして俺たちは囲まれた。まあ待て、ここからだよ。すげえのはクライブ様の剣さばき。シャキーン、ゴブリン族どもがバッタバッタと倒れてください。もっと言える、もっと話しよう。さあ無礼講だ、楽しめよ。教え子の活躍ほどうまい魚もないんだよ、うん、これからがますます楽しみなお方だ。ああ、次は共に飲み明かすさ。どうした？宴の空気に酔っただけです。今日は一段と騒がしいからな。みんな兄さんを認めてる。そうだ、クライバー名実ともに立派なナイトになった。わしも鼻が高い。父上、
この国ではドミナントが太后家にのみ生まれる。一体なぜなのでしょう。人はクリスタルの加護なしに生きてゆけぬ。その加護を民に広めるのはお前だ、ジョシュア。召喚獣を狩るドミナントの務めだからこそ太后家の血が選ばれたのだろうよ。精一杯励むがよい。緑の大地に思い馳せ、我らを導く紅蓮の炎、さつらなれ炎の旅、不死鳥の翼のもと、悠久の風の大地に。お前たち声が小さいぞ。少し席を外してきます。まったく、一人でついてきたなんて。本当に大物になるかもな。こんなところにいたの？お前こそどうした？席にいなかったから。宴の時だけはナイトも休めるだろう。それに俺は賑やかなのが苦手だ。僕だってそうだよ。モルボル大使の英雄、みんな兄さんを慕ってる。そうでもない。俺は太后家の無駄飯ぐらいなんだから、せめて剣でくらいは役に立たないと能なしの嫡男だと笑われる。みんなが慕うのはお前さ。羨ましいよ。違う、僕じゃない。フェニックスの力を頼られているだけなんだ。再生を司る不死鳥フェニックス、この力は兄さんこそふさわしい。国の代表として立つべきなのは強い意志を持つ人だ、兄さんのように。それぞれに使命がある。はるか遠い昔からこのロザリアではドミナントが太后となって国を支えてきた。そして存亡の危機に立たされるたびに炎の中から現れたフェニックスが国を救ったという。ドミナントとして国を担っていく、それがお前の使命だ。僕の使命。俺は祝福を授かった。俺の使命はナイトとして次期太后たるお前を守ること。何があってもな。だから辛い時は俺を頼ればいい。ありがとう兄さん。やっぱり兄さんはすごいね。まずは自分の体を大事にしろ。分かったか？
だね。先に休むよ。お休みトルガル。物資の搬入だ。お疲れさん、ずいぶん遅かったな。また行商の奴らがワインでも売りに来たのかと思ったぜ。あいつらしつこくな。何を。支度が整いました。うん、手はず通りに。ジョシュア様、夜分遅く失礼いたします。ウェイドと申します。一体何事です？敵襲ですが、詳細は不明。すでに火の手が回っています。ジョシュア様は裏口から脱出を。わかりました、行きましょう。ジョシュア様、こちらへ。敵が入り込んでいるのですか？ええ、かなりの被害が出ているようです。今のは。ここは僕が。火が回ってる。お下がりください、ジョシュア様。いいえ、大丈夫、やれます。Thank you.
ザンブレク公国軍。でも、なぜあの国が。父上を探さないと。どれだけ入り込んでるんだ。ザンブレクは同盟国なのに、なぜ。なら僕が。ジョシュア、そう。大丈夫、必ず助けます。お願いします。ジョシュア様をよく守った。最高の働きだ、ウェイド。この恩は決して忘れん。ありがたきお言葉。ここにも火が。こっちだ、早く裏口へ。オミア・ラステラン・トゥ・イッサゲリス、ロザリスに届けばよいが。最高とドリアン帝を逃がしてはならん。この先の北門に馬を止めてあります。父上はジョシアを連れて脱出を。そんな、兄さんも一緒に行こう。兄さんは僕のナイトだ、そうでしょ。だからさ、俺はお前を守るためにここで奴らを止める。生き残った者は北門に集う手はずです。お早く。俺は使命に従う、お前も使命に従え。うん、わかった。
父上を守るんだ。任せたぞ、ジョシュア。